YouTube の動画であのバケツで太鼓を作ってる、タコンでいいんですかね、太鼓の達人の作ってるのを見たので、ポリバケツで作ってるのを見たので、それを真似しようと言いますか、でっかい植木鉢ね、あ、これ閉めましたので1000円ぐらいです。これは植木鉢1000円ぐらいで、あとですね、このベニヤ板、これいいんじゃないかなと思いまして、まず僕が見た動画ではラップとかを巻いてたんですけど、まあ、このベニヤ板がいいんじゃないのかなと思います。はい、まず鉛筆でですね、あ、カメラマンさんちょっとここ撮ってください、ここ撮れてます、ここの、ベニヤ板の表になる裏面の方に、裏面の方と植木鉢の、上をで、鉛筆でですね、このようにで、カッターで切っていきます。くれぐれも、怪我のないように、小さい子供さんはお父さんお母さんです。カメラも撮ってますこれ非常に危ないので気をつけてください。よし、さあこれで今一周しました。これなかなか気持ちいいところじゃないですか、これ。もう気持ちいいと思います。これがちょっとね、まだ、ちょっとこれでネジで、充電ドライバーで入れていくんですけど、ちょっと割れるかどうかはかなり緊張します。たいと思います。部屋が汚い。部屋が汚いのでちょっと片付け。